続いての質問です。メンバーから来たメールで、こいつ本当にバカだなと思ったのは誰から来た、どんなメールですか。こちらは街頭からいただいた質問ですね。31歳のゆりっぺさんからです。みんなキャラクターがありますけど、高見ならバカですよね、やっぱりね。ちょっと私結構丁寧に返してませんか。いや丁寧だよ、丁寧ですよ、ね、丁寧だけど、すがカタカナだしな。なんとかす、なんとかす。そう、せっかくが違う。よかったっす、今日感動したっすみたいなやつ。でも私よりももっとヤバい子いっぱいいますよね、絶対。秋元さんのメール返さない子とかいっぱいいるんですよ、だって。いや、いるいるいる、これひどくない？返さないのはね。まあ、これ何度も何度も言ってるんだけど、もう一回言っておきたい。行きましょう、行きましょう。だからね、みんなから相談が来るじゃないですか、はい、で、僕は僕なりにその難しい漢字を使わないように、難しい言葉を使わないように一生懸命考えながら2時間ぐらいかけてこうメールを打つわけです、すぐ返したから、本当にありがとうございました、すごい参考になりますとかって返ってこないかなと思う。せめてね、それぐらい返ってこないんですよ、はい、で、翌日の夕方ぐらいにラジャーって。ラジャー、それだけ。ラジャー、だってすごい相談ですよ。ラジャーか。秋元さんは M とか使う？あのね、最後に締める時に使うことあります、ね、あ、そうなんですか。こういうバーイみたいな。高見のは、私前来たことないですよ。私めっちゃ来ますよ。私もあります。どういうことやりますか。楽しいな。あれ、ごめん、あれね、選ばれた人だけワイ。残念だね。秋元さん的に今までやっちまったって企画とかありますか。これ西川さんからですね、はい、うん、あります。え、何？いや、もちろん私やっぱり一期生なので、うん、いっぱい知ってますよ、今までの。あ、そう。まずこれ秋元さん考えたんじゃないかもしれないですけど、うん、千秋楽のチケットを、うん、あの秋葉原の消防署からスタートして早い者勝ちにしたことがあるんですよ、一回。え、あったな、あったあった、うん、あれだ、なんでお正月のほらなんだっけ、スタートみたいな。したんですけど、そしたら、まあ、大運動会だって叩かれまして、うん、一瞬で中断したんですよね、うん、それジャニーズでやったら怖そう。怖いな。もうなんかもう見にくい戦いが。殴り合いとか起きてたよ。そういうのいっぱいありまして、初めの頃ね、お客さんとにかく7人から始まって、ね、もうガラガラなわけですよ。で、なんとか盛り上げなきゃいけないから、うん、だからこの中で一番盛り上がった人に MVP にして、その人に T シャツをあげようと。ありましたね。で、2000枚作ったんですよ、ですね、MVP T シャツ、はい、で、1日目、うん、で、やっぱりこう人数少ないながらもコール入れたりなんか盛り上げてくれた人で、今日はあなたが MVP です、この T シャツ差し上げますって言ったら、他のファンが、秋元さんね、あの応援っていうのはああいう風に声を出す応援もあれば、心の中で応援する人もいるんです、それでああいう風に大声で叫ぶことを応援と言うんですか、確かにつって、逆になんか怒られちゃった感じですよね。それすぐやめたんですよ。だから1999枚倉庫に眠ってるような、ずっと眠ってますよね。ある意味でやだ。逆に一人の方がね、今まだ手に入れた T シャツがそういうな。 AKB 絡みではいっぱいありますよね。その他にも歌も全然ヒットしないのもありましたしね、オスマン・サンコンさんのアフリカの人とかね。うわー、アフリカの人、アフリカ知らないでしょ。全然知らない。知らないからヒットしない。知らないから。そうです。続いてのメール見てみましょう。明けましておめでとう。トゥン。今年も良い1年になるといいね、去年も楽しかったんだけど、今年はもっと丸々くんと喋れるといいなと思うんだ。学校内の楽しみにしてます。でもなんかもう、うわ、ほんとや、すがカタカナや、なにこれ。いいねのさ、ねもカタカナや。けど、けどもカタカナや。けどもカタカナや。これ誰これ。そうです、私です。いや、これも全て計算されてる。古いて。アイアを小さくする、うん、そして語尾をカタカナにする、これ女性らしさが出ますよね、まずね。いやー、5年前に終わってよ。ちょっと、女性らしさが出てる。ね、そして本当に週1で携帯を買ってもらって張り切りすぎた人のメールです。張り切りすぎ。